こんにちは。今日はですね、私が動画で上げた中でですね、その釣りをしている時のそのタックルをですね、皆さんにご紹介したいと思います。で、何回かに分けてですね、ご紹介しますけども、今日はですね、小さな渓流をですね、ウェットフライで、釣っていた時のタックルをですね、皆さんにご紹介したいと思います。今日はですね、こんな形で皆さんにご紹介します。まず1番目、ロッドです。で、2番目は、リール。3番目はライン。4番目はリーダーという順で皆さんにお話ししていきたいと思います。まずですね、1番目、ロッドです。そのロッドがですね、ケン・サワダの HL シリーズです。 HL シリーズというのはハイランダーシリーズの略ですね。この HL シリーズは高弾性カーボンを使用しているにもかかわらず、スローテーパーとウルトラライトアクションに仕上がっているということになります。このロッドは1995年に発売されました。 HL シリーズは6種類のラインナップから出来上がっているということになります。はい、その6種類ですけれども、短い方から、読み上げると、ケイリー、カネマラ、ケルスを、キラニー、コーク、リマリックという順になっています。それぞれのアクションと長さをちょっと言ってみるとですね、ケリーはですね、ファーストアクションで6フィート、ラインは2番、3番しているということになります。カネマラはファーストアクションで長さが6フィート6インチ、ライン番手は3番ということになります。ケルソーはミディアムアクションで長さが7フィート。番手は3番ということになります。キラニーはセミスローアクションで7フィート2インチで、ラインは2番指定ということになります。コークはスローアクションで7フィート5インチ3番指定ということになります。リマリックはスローアクションで8フィートで、ラインは3番指定ということになります。このように HL シリーズは6種類に分かれています。またこのロッドは細く軽くできているので、1日軽量で振っていても疲れないというロッドで、このシリーズはですね、主に小渓流を釣る、または重力を釣るということを目的としたロッドというふうに思われますので、小さなですね、ヤブサバとか、あとは小さなポイントをですね、ポン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 ね、入れていくとですね、すごく楽なんですよね。で、ドライフライもそうなんですけども、ウェットフライもですね、すごくね、小さなポイントにスポ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 ね、こう入れていくのがすごく楽ですね。はい、私の動画でですね、このロッドはですね、結構使っていますので、その動画を見てですね、参考にしていただければと思います。それではですね、私が、今年ですね、対応した、2本ですね、ハイランダーシリーズから2本皆さんにご紹介したいと思います。まず1本目、ハイランダーシリーズの、コークというロッドです。このロッドは長さが7フィット6インチ、番手は3番です。アクションはスローアクションということになります。このコークというのは7フィート6インチというですね、短めのロッドなので、また、スローアクションということもあってですね、小さな渓流でですね、魚を釣るのに、うってつけだということになります。本州ではですね、私はですね、山形とか秋田とか、福島の、結構、上流の方の、川の上流ですね、で、釣っていたということですね。このロッドで釣っていたということになります。また北海道ではですね、このホワイトボードぐらいのね、川幅で、釣っていたということですね。
で、これで、魚をかけるとですね、25センチくらいの、ヤマメ、だとですね、まあ、25センチくらいのヤマメとか、あとは、25センチオーバーのですね、ニジマスなんかをね、北海道でかけるとですね、まあ、川でね、運動会になってしまいますね。それぐらい引き味を楽しめるロッドだということになります。しかしですね、今年はコークはですね、あまり使わなかったんですよ。というのはどういうことかというと、まあ、秋田とかですね、山形とか、福島なんかは本当に上流域をこれで釣っていたので、なんていうのかな、最近クマの、出る情報がすごく多くなってましたね。それで、まあ、私はですね、あんまりそういった上流を今年行かなかったんですよ。だからこのコークというロットはですね、そんなに使わなかった、出番がなかったということになります。で、このロットなんですけども、7フィート6インチのスローアクションということで、ウェットフライフィッシングにね、とてもうってつけのロットだということになります。このロットはおそらくですね、渓流の、まあ、上流域ですねのドライフライフィッシングで向けて作ったんではないかなというふうに思うんですけども、このコークはですね、スローアクションということもあってですね、ウェットフライフィッシングにとてもですね、最適だということになります。で、またですね、ドライフライフィッシングですね、全然問題ないところですね、引き味を楽しめるというロットで、とても軽くてですね、遊んで楽しいロットじゃないかなと思います。ラインの番手は3番です。3番をですね、乗せて釣るのが一番ね、まあ、一番ロットに合うんじゃないかなと思うんですけども、私はですね、ウェットフライで魚を釣っていくんですけども、ウェットフライの場合はですね、このロットは高弾性カーボンを使用しているので、ラインスピードがですね、速くなりがちなんですよね。で、ウェットフライの場合はドロッパーを使っているので、まあ、ドロッパーを使うときはすごく多いですね、まあ、ほとんどドロッパーを使うんですけども、その時にですね、ラインスピードが上がってしまって、ね、ラインの、ループがですね、狭くなってしまうと、まあ、やっぱりですね、ドロッパーが絡んでくるというトラブルがあるんですね。ウェットフライの釣りの時は、まあ、ラインフォルスキャストをしている時とかね、まあ、そういった時はですね、ループをですね、なるべく広く取った方がいいということですよね。で、ゆったり投げた方がいいんですね。ですから、まあ、ラインスピードがですね、上がってしまうということでですね、私はですね、1番手、まあ、上げてですね、ケンシャ和田のアイスフローティングラインの4番を乗せて魚を釣っています。まあ、ちょうどマッチングするんですよね。ですね、この後にですね、リマリックというロットをご紹介しますけども、まあ、そのロットよりも短いわけなので、上流域のヤブサとかそういったところで、釣るには、ウェットフライで釣るには、どうしたらいいんですかということで、澤田先生の方に、澤田先生のところですね、気に入ったら、コークに4番乗せればいいよというふうに、言われたので、まあ、それ以来ですね、このコークにですね、4番ラインを乗せて、で、ウェットフライで魚を釣っています。まあ、ほとんどウェットフライを使ってですね、釣り上がっていく、釣りという方法でやっているんですけども、とても使いやすいということになります。まあ、皆さんもですね、まあ、もし、機会があったらですね、このロットを使ってみていただければなと思いますね。ドライフライでも全然問題ないと思いますね。しかしですね、このロットはですね、今販売されていませんので、なかなか手に入れることが難しいということです。まあ、まあ、中古ですね、オークションとか、またそういった中古の、まあ、販売店、等を、まあ、ちょっとね、覗いてみて、もしあったらですね、私は即買いじゃないかなというふうに思いますね。そういったロットだということになります。はい、それではですね、2本目です。2本目はハイランダーシリーズのリマリックというロットです。アクションはスローアクションで、
長さが8シート、番手が3番ということになります。このロットはですね、コークより、少し長いんですね。少し長いです。HL シリーズで、特にウェットフレームフィッシングに、合っているというロットだと思います。はい、このロットのコンセプトは、小渓流のドライフライの釣りと、枝沢のデリケートなウェットフライフィッシングに向いているということです。最近の私の動画では、ウェットフライフィッシング13、上流域を釣り上がるという、北海道で撮影した動画と、あとはウェットフライフィッシング10番北東北の増水の計東北で、撮影した、その動画の一部に使用されているということです。北海道で、釣った、シーンなんかはですね、結構ですね、川でやり取り しているシーンがですね、動画に映ってるんじゃないかなと思います。これですね、後期より少し長い、ロットでですね、8フィートあって、アクションがスローアクションであるので、使用頻度の高いロットだということになりますね。ラインの、番手はですね、3番を指定しています。ウェットフライを釣るときは、コークと同じく1番手を上げてですね、県沢田のアイスフローティングライン4番を乗せて釣りをしています。この音は以前沢田先生のところに行ってですね、SF シリーズのプロフェッサーよりも手軽にですね、渓流のですね、上流域を釣ることができるロットがありますかということでお話ししたところ、このリバリックを紹介していただいたということになります。それ以来ですね、上流域についてはもう先ほどのお話したコークとあとはリバリックで、それよりも、結構川の広げている、あたりについてはプロフェッサーを使っている。プロフェッサーはまた違う回ですね、ご紹介したいと思います。本州の上流で、渓流で遊ぶのはですね、とてもですね、最適なロットだということです。とても軽くてですね、長さもあって、でアクションもスローアクションで、とてもね、ほんと使いやすいんですよ。特に軽いっていうのがいいですね。軽いっていうね、ですから、すごいね、険しい渓流をロットを持って登ってもですね、そんなにね、重さを感じないというかね、疲労感がないということなんですね。コークとリマリックはですね、2012年にですね、生産中止になりました。もうかなり前の話なんですよね。ですから今はですね、中古品を探すのみということなんですね。先ほどもコークと同じくですね、中古品を探して購入していただくということになりますね。このハイランダーシリーズはですね、ブランクがですね、緑なんですよ。で、ブランクが、緑でですね、グリーンですね、グリーンでですね、太陽が当たるとですね、とてもすごく綺麗なんですよね。で、特に朝日なんかが当たるととても綺麗でですね、ロッと思ってても、なんかすごく綺麗な音だなって、ね、釣りやっててもすごく気持ちいい感覚になりますね。で、他にもですね、県沢田のロットにですね、グリーンのブランクを使っている、シリーズはあるんですけども、その中の一つのロットになります。ロットについてはですね、この2本、コークとリマリックを皆さんにご紹介しました。私がですね、ここ数年のですね、動画の中で、上流ですね、上流域でウェットフライで釣り上がっていくときに、この2本のロットを使い分けていくということになりますね。とても使いやすいロットだということです。はい、それではですね、次は、2番目です。リールです。リールはですね、サセックスの4番5番を使っています。4番5番のリールを先ほどのコークとリバリックに合わせて使っているということです。それはですね、シルバーのリールだったんですけども、1992年ですね、
3番4番から9番10番にかけて6種類のモデルにグリーンモデルが追加されたということです。まあ、これですね。これがそうです。でそれまではこのシルバーだったんですけども、1992年にこのグリーンモデルが追加されたということです。まあ、その後ですね、2001年に、ケンサワダのブランドが統一されて、ケンサワダ SU45 という名称に変わったということです。この理由はですね、名称が変わる前の理由ということになります。その昔ですね、まあ、沢田先生の設計によってですね、これ1974年にサセックスのフライデーが作成されたということです。世界初のアルミ合金のワンピースマシンカットまであって、世界最軽量だったということです。また、当時ですね、シャルル・リッツが、このリールを、激賞されているとまた、シャルリーツはですね、このリールについて、このように言ってます。これは革命的であり完璧なものです。そのゆえに美しいフライリールは全ての人から称賛されていますと言われたということです。このリールはですね、オールアルミということで、傷はやっぱちょっとつきやすいんですね。しかし、軽くて綺麗なんですね。でクリック音がとても綺麗です。このリールをですね、まあ、買ってですね、まずラインを巻く前にですね、耳元ですね、こう回すとですね、もうすごくね、感長いね、アルミ特有の音が聞こえるんですよ。あれがねとても好きでですね、まあ、ラインを巻きたくなかったと、まあ、買ってね、そのままこうやってね、よくね、カリ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 耳元ね、こうやったことを覚えてますね。まあこれですね、当時オービスの CFO とね、結構比較されましたね。で私の仲間なんかもですね、オービスの CFO、まあ、オービスはもう結構さ、もう20年25年から30年ぐらい前ですね、CFO ですね、あの CFO とよく比べたということを覚えていますね。でどっちがいいよなんて、言うんですね。まあ、私もですね、オービスの CFO を持ってました。まあ、クリック音はですね、やっぱ私はこっちの方が好きでしたね。断然こっちの方が好きでしたね。まあある意味ね、沢田ファンということでですね、もうこっちの方が全然断然好きでしたね。で、この SU の4号には4番のアイスローティングラインを巻いています。まあ、これは先ほどのロックですね、コークとリューマリックを使うためにここに4番のアイスフローティングラインを載せているということです。で、ここにはですね、アイスフローティングライン、まあ後でご説明しますけども、アイスフローティングラインは全長で全部で 25m なんですけども、その半分、真ん中スパンとして、ね、半分をここに巻いています。で残りの半分は一応ストックしておくということですね。なぜかというと今このライン売ってないからです。ちょっとケチってですね、半分に切って使っています。で半分に切って使っても渓流の上流で魚を釣るわけですから、まあ、全然ほど足りるんですね。ですから今まで、まあ、問題が起きたことは全くないということになります。でこのように、私は繋いでいます。まあ、こちらリールです。で、ここはですね、アイスフローティングラインの4ですねを 12.5m カットしてですね、で、リール側については、古いシューティングライン、まあ、太さがですね 0.25 のまあ、一番細いやつですねをここでですね、ループトゥーループでつなげています。まあ、こんな風に、つないでですね、ケチって使っています。ただ 12.5m で、使ってもですね 12.、まあ、ただですね 12.5m でやってても全然今までそういった、まあ、短すぎるなとかそんなこと全然思ったことがないですね。全くこれでこの通りやってるということですね。
はい、それでですね、ちょっと余談ですけども、これ 12.5m、今度の違う動画でお話しますけど、プロフェッサーというロットがあるんですよね、 SF シリーズのね、あのロットでもこれ使ってるんですよ、このね。ですから 12.5m でも全然問題ないですね。ただね、時々ここまでライン出ちゃう時がありますね、出しちゃう時がありますね。まあ投げる時はね、シューティングヘッドみたいな12ゲーの 5m 出してスポーンと投げてるわけじゃないんですけども、まあラインをね送ったりしてる時にシューティングラインまで行ってしまう場合がありますね。まあその時はプロフェッサーというロットを使ってもうちょっと軽い域でする時なんですけどね、上流帯でする時は、この 12.5m で全然こと足りてしまうということです。半分に使っても全然問題ないということですね。はい、まあこのラインはですね、まあ、実際ここに、ね、巻き止めておくと、まあ、巻きがね、すごく小さいので、ぐる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 とねこういう状になってしまいますね。ですからシーズンオフはですね、やっぱしね、ラインを大切にするためには一回ね、ここから抜いてですね、抜いてで、まあちょっとね、口径の大きいものに巻き留めてで、暗所でですね保管していただいた方がいいと思いますね。日が当たるところとか当たるところとか光が当たるところに置いておくとやっぱり劣化してしまうので、私は戸棚の中にしまってですね、暗いところにしまってワックスをかけて、しまっておいた方がいいと思いますね。はい、リールについてですね、このサセックスの4番5番をこちらのコークとリンマリックにくっつけてですね、使っていたということです。